皆さんおはようございます。はい、良平です。今日は5月の15日。はい、もう15日ですよ。5月が半分、はあ、半分終わったんだ。はい、はい、そんな感じで、今日は日曜日なのでゆっくり、過ごされてますかね。しっかり体のリフレッシュ、汗もかいてくださいねっていうことなんですが、今日はまた手相。はい、はい、店長好きやね。好きですね。好きやね、はい、まあ好きです。そうか、今日のお話は僕が今まで見てきた経験の中で、この人強運だなって感じる人の中によく入る手相なんだけど、見てみてもね、あんまりそういう風に紹介されてなかったりとか出てこない。その何ですか、世間的になんかあんまり紹介して、いやこれ絶対強運の層だと思うよっていう層があります、はい、でもね、割合的に言うとね、50人ぐらい見たら1人ぐらいいるんですよ。はい、1人ぐらい、いやーまあ50人見て1人、前にねぶわーっていっぱい見た時に1人おったぐらいやったけど、100人いりゃ絶対1人はいるだろうっていう、まあ、前にお紹介したマスカゲ線っていう、この線まっすぐ入るあの線に比べたらレア度は低いんですけども、この線持ってる人結構強運だと思うぞっていうところで、それを見ていくにあたって、今僕は手相をメインでは見ないんですけども、昔は手相をメインで見てたので、手相を見る時っていうのは、まあ相談内容で近い恋愛の相談を受けた時とか爪見るし、手相も見ますけども、ね、一番よく見るのは、この人めっちゃいい人相、人相、はい、いい顔してるなって思った時に、なんかテカってる、あの汗とかじゃなくて油とかじゃなくてテカってるというか輝いてるような、わっこの人いい顔してるなって思った時に、ちょっと手相を見せてくださいって見た時に結構高い確率で入る。だから僕は今人相を見て、人相を見て手相ってなることが多いんですけども、まあ、その相って一体何なのかっていうと、今日ここに手相映ってる？はい、大丈夫です。反射してないかな？はい、大丈夫。まあ、基本三大線というのがまずありますね。これね、これ生命線で、頭脳線、これ店長の手ですね。で、これ感情線っていう線がある中で、これが基本三大線ってやつです。こう、あ、はい、こんな感じ。基本三大線、生命線、頭脳線、感情線ってある中で、僕が見てきて人相いいなって思ったとか、この人、強運者だなって思った人たちの中であるもう一つの線っていうのはこんな感じ、はい、これ二重生命線って言います。これ実は二重生命線っていうもの自体は、基本王道でいくと、バイタリティがあって、もう生命力が強いで、基本的に体が健康強い、大病しても結局回復しちゃったりとか治す人も多いしっていうのもそうですし、あとはもともとスタミナがあるのでめっちゃ頑張り屋さんですね。普通の人だったらへばるところを24時間でも やりつくとかいうようなところもあったりとかする、まあ、体力、気力、その上で生命力にあふれた人っていうことなんですけども、まあ、これ強運者にやっぱ多いです。本当にこの人すげえなって思う人相を持ってる人に関しては、二重生命線っていうものがあったりして、つまり1本ある生命線が2本あったり、すげえなって思う人の中には3本とか、3本ある人なんて言ったら100人に1人じゃ言わんとるじゃない。1万人す、いや1万とは一気に言わんけど、1000人おってもそうそうおらんのじゃないかなっていうぐらいだし、多い人は、俺はまだ見たことないけど4本あったっていう人を見たことあるらしい。3本は見たことあるんですか？ん？3本は見たことあるんですか？ある、3本見たことがある。でもその人は、うん、もう有名人やった人。ただスポーツ選手でね、すごいやっぱなるほどなって思ったけど、やっぱこういう線があるっていうのはすごく重要ですよっていう中で、基本は1本です。1本ですけども、2本3本とかってある人は、まあ、3本4本ある人はもう1000人に1人じゃ言わんと思いますけども、まあ二重生命線、これぐらいだったら 5,60 人ぐらい見たら1人はいると思うんですけども、まあ、この二重生命線って、まあ、すごいなって思うのは、さっき言った通り健康に恵まれててっていうところもそうなんですけど、健康運ってどうですかっていうのよりかは、健康運のことを聞きに来る人はいるけど、健康運を上げるために心配してる人ってあんまりいないんですよ。わかるやろ。金運とか恋愛運は心配するけど、はい、健康運、今は健康だけどって思ってたら健康って当たり前だと思っちゃうからね。もともとそういうものにも恵まれてる要素があったりするんですけども、二重生命線ってすっごいパワフルな人にも多いですし、パワフルじゃなくても芸術センスの高い人にも多いんだけども、その原因としてはね、ここあ、出ろ、ここ親指の下のこの部分ですね、はい、この部分の肉付きの部分に関して、まあ、これ金星球っていうんですよね。金星球、お金いっぱい例えられるんですよ。火星球があって金星球があってっていう、まあ、この辺めんどくさいのいいんです。この部分の肉が
ボンって盛り上がってる。あー、なんかイメージあります、うん、はい、心が盛り上がってると、まあ、これ愛情とかに深いで、二重生命線別名愛情線とも言ったりするし、まあ、愛深い人もいたりするしっていうのもあったりするんだけども、なんかね違う感じがするんだけど、この線のことをね浮気線とか言うけど全然違いますからね。あのもちろん体力に溢れてるしエネルギッシュで元気だからこそ、外で遊ぶっていう人もあるけど、あの浮気線っていう感じではないです。似てる線は確かにあるんですが、こんな風にして入ってるににあの生命線のこととか、ここに、金星球 の, あの肉がグッて盛り上がってる人っていうのは愛情線って言って、そのなんだろう、愛に飢えてるんじゃないんだけど、愛に飢えてるわけでもないんだけども、まあ、そうやって浮気しがちだとかいう人がいるけど、全然そんなありません。あの僕の中ではないと思います。むしろすごい愛妻家の人にも多いなと思ったけど、まあ、別にいいかなと思いますけども、まあ、この部分の肉が盛り上がってるっていうのがすごく重要です。でなくても、まあ、この線が2本あるっていう中で、まあ、さっき言った通り生命力健康にも恵まれるしって、まあ、スタミナがあるのでっていうところで、まあ、浮気線っていう風な感じは全くないです。ただ僕はね、さっき言った今までで3本入ってる人に1回会ったことがあるって言った時に、その人もそう思ったし、俺じゃないか、先生でもないもんな、誰だろう、あのね、この二重生命線がドーンってある人たちは人生の中でも自分の人生のね、あのてっぺんまで跳ね上がっていく運勢の流れが、普通1回だよって言ってるもの自体が2回3回やってくる。あのもうこれ以上上がるのかって思ったその時をさらに超えていくみたいな。一回そのピークが来たと、そうピークが来て、多分人生の今僕が今一番てっぺんなんじゃないかって思ってるものをさらに超えていくっていうような力があって、はい、そういうことを経験する人って言われてます。すごいですね。なんで意外にこの動画の中には3本入ってるとか4本入ってるとかっていう人がいるかもしれませんけども、人生における、人生の運勢のドカーンと上がっていく、充実していくタイミングとか期間っていうもの自体が2回3回やってくるって言われてる層でもあったりすると思います僕は。なのでこの二重生命線というのは僕は強運者の層でもあるし、まあ、スタミナあって体力もあるしって、ただ、全然浮気線とか浮気症とかいうものとは全然変わってきます。はい、まあ、ここの肉付きがあんまりありすぎるとそういったものがあるとか言われたりする場合もあんまり関係ないんじゃないかと思いますけども、ここの肉がブンとボンと盛り上がってる人はね、芸術センスもものすごく高いですよっていうことも覚えててほしいんですが、前にもね言ってないんかな、僕会った時によく握手するんですよ人と。握手した時のね手の感じで、その人の運勢がハッて分かる時があって、あのパッてこう手、はい、パッと握った時にあっって思う時にここにね親指の肉が当たるんよ。その時にもうあこの人ちょっとって思った時は一つ柔らかい、柔らかくて、はい、ふくよか、内側がですね、うん、内側がね、でここの肉が盛り上がってるとここに当たるんで、おこの人はと思ってパッと手ちょっとだけ手見してもらっていいですかって見る時あるんですよ。で見た時にあ二重生命線かとか、あと金星球がボンと盛り上がってるとかっていうのはいいんですけども、今ない人ここの肉が盛り上がるっていうのは実はね健康運とか自分の自己治癒能力とか、そういったものの運勢、体の健康に生かすためにここの肉をグッて盛り上げるっていうのはすごく結構重要なんですよ。それを上げるためのちょっとした体操がある。あるんですか。ある。それはこれ今からやりますよ、皆さん見ててくださいね。こうです。これだけ。はい。できてるかな。でやってると、健康運って上がりますよっていうのは、やってるとねここの肉が疲れてくると思います。つまりここの筋力を鍛えるんですよね。ぐーってこうして力を入れて、ゆっくりでいいですよ、ゆっくりで。ぎゅっ。それでも力は入れていくんですね。そう、力入れてぎゅっ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 てやってあげると、ゆっくりでいいですよ、ゆっくりで。やってあげるとここが疲れてくるので、ここの部分に関してあの肉が盛り上がってきます。なのでちょっと健康運がとか、はい、心配だなとかいう時は、自分の体力とか自己治癒能力を上げたいと思う時のそういう運勢を上げたいと思う時はこういう風にしてあげるといいし、頭の回転を速くしたい時は右と左で逆にすると。右と左で逆、逆っていうかこうこう、あこう片方の手は小指から、片方の手は親指、そう、これをハイスピードでやるよ。最初は最初はねこれに慣れた方がいいと思います。やっていくっていう、早く、そうそうそう、で、慣れてきたらこれ頭の回転よくしたいなっていう時はこうこうでっていう、3往復ぐらいやったらいけますよね。そう、店長早いよね。3往復ぐらいやったら頭の回転早いやろな、やっぱな。俺は全然早くないけど、これがねなんかもう手がバチバチになったりするけど、まあこの辺は逆は意識しなくていいけども、こういう風にしてやるだけでも流れが、ここの
ここが発達してくるので、金星球っていうところがグッて上がってくると健康運とかバイタリティとか体力も上がっていくし、そういう運勢が上がっていきますってことと、情愛運もそうですね。あとは芸術的センスも高い人にも結構、芸術的センスだったら月給かな、もうこの辺だったりするけど、まあ、ここも結構そういうことと関係してきたりするので、そういう体操とそういう層がある人っていうのは僕は強運者だし、人相いいな、エネルギー溢れてんな、輝いてんなって思う人たちの中にこういう層があったりするし、そういう層がない人は書けばいい、書くだけなので、はい、そこを書くときはここに自分の生命線があったらここにまたもう一つ足すっていう感じでギュッて書いてあげたりすると、変わっていきますよっていう風にして、今日はお休みなのでね、ゆっくり、自分を見つめ直す時間の一つとしては、休みの日にゆっくり自分の手相を見てみてもいいんじゃないかなって思ったらいいし、なけば書いたら出てきます、これできるし、ある人はラッキーなので、私は思ったよりもやっぱり体力あるんだとか、病気に強いんだとか、もし病気をされててもそれってしっかり回復していく力と、そういう運勢を持ってるんだなっていうことを思った上で、ぜひとも自信を持って生きていただいたらなと思います。なくても書いたら出てくるし、この運動も忘れないようにしておいてくださいねっていうことです。よろしいですか？はい、はい、そんな感じです。はい、なのでね、気合い入れてやっていきましょうかね。はい、あ、そう、ね、本のね、10番が決まりました。決まりました、はい、ね、もうね、決まったって連絡受けたのは5日ぐらい前だったと思うんですけども、なんかね、Amazon とか楽天では売り切れてるみたいで、売り切れてるっていうのはね、そんなに売れると思ってないから出版社も入れてないわけですよ。インターネットで買う方が、そうそうそう、ね、なんだろう、売れると思ってなかったし、多分出版社さんからすると発売して10日ぐらいかなで10番が決まったのはね、今までね、過去でなかったらしくて、もうわっちゃわっちゃしてました、みんな。本当にありがたいことだなとは思うんですけども、ありがたい、思うんですけどもじゃなくて、ありがたいことなんです、本当に。ですけども、ちょっとこう、ネットで買うのが少し遅れてるっていうのがあったりしたので、ちょっとご迷惑をおかけしますけども、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございますということですね。はい。なので、ぜひともね、本、興味のある方は読んでみてくださいっていうことです。ありがとうございます。では、いきます。今日も元気よくガッツポーズで締めていきましょう。はい、いきますせ。でも、日曜日やってちょっと優しいバージョンでいくか。あるんですか、よっしゃー。そんな、違うな。やっぱいつも通り気合いでいこう。いや、俺たちは仕事だ。では、いきます。気合いでいきますよ。せーの、おっしゃー！ということで今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけて。